では早速ですね、投資先としてのベトナムの魅力というところで、こちらの方をご説明させていただきます。まずですね、ベトナムの魅力として挙げられるのは、安価で豊富な労働力、それと良好な創業環境、それとですね、今後の成長性というこの3点が挙げられるかと思っております。まずですね、安価で豊富な労働力ということで、こちらの方をご説明させていただきます。先ほどもですね、人口の分布等ございましたけども、ベトナムの方、今現状9000万人をちょっと超えた形の人口になっております。でこちらも見ていただければと思うんですが、インドネシア、フィリピンとに続きまして、ASEAN の方では3番目に人口が多い国というふうになっております。でこちらがですね、人件費の比較という形になっているんですが、これは年間の US ドル建ての人件費の比較になります。ちょっと北京、中国ということで載せてはいるんですけども、他の東南アジアのですね、ASEAN の国々と比べまして、残念ながらベトナム、決して一番安いというところではないんですが、1、2、3位グループという形で分けますと、この3番手のグループに入っております。ですので比較的まだまだ労働、賃金としては安いグループに位置しているというのがベトナムになります。続きましてですね、良好な、創業環境という形になります。まずですね、ベトナム、こちら民族的な安定性ということで、約 90% が、金属、いわゆるベト族ですね、こちらになります。それと、53の少数民族という形で、構成されております。で基本的にはですね、対立階級ということになってます。で皆さんこれ通じいわゆる人口のですね、ピラミッドと言われますと、こういった形の三角形のイメージでよくいろんなところでご説明あるかなと思うんですが、いわゆる労働者と言われるところの分布っていうのは、この真ん中のですね、こう黄色といいますか、大体色のところのレンジの部分になってくるんですが、ベトナムはですね、ひし形というふうに言われています。皆さん、この中でベトナムに行かれたことある方、どれぐらいいらっしゃいますかね。ありがとうございます。行かれた方は空港を降りた時をちょっとイメージしていただきたい、思い出していただきたいんですけども、ベトナムはですね、空港を降りて、例えばちょっと言い方悪いですけど、物乞いの方とかはですね、そういった方が非常に少ないといいますか、ほとんどいないという形になってまして、極めてこう所得が低い方というのが非常に少ないという形になってまして、こういったひし形の構成という形になっております。そうしますと、いわゆる労働人口と言われる先ほどのこう、黄色といいますか、大体の分布のところが非常にちょっと大きく取れているという形になっているのがベトナムの特徴になっております。それとですね、宗教の寛容性ということで、基本的には大乗仏教の 80% という形になっていまして、非常に我々とも親しんでいますか、親近感が湧くというような形になっています。それと、ホーチミン思想というところも根付いておりまして、非常に儒教に近い、考え方をしている、お店であるというふうに言われております。それとですね、政治的安定性ということで、ここも非常にポイントになってくる部分なんですが、基本的にですね、中国と同様にですね、共産党の一党、独裁という形にはなっているんですが、過去ですね、南北に分かれた戦争の歴史とか、いろいろとあるんですが、北部、中部、南部、それぞれの出身者をですね、バランスよく、それぞれの要職ポストにつけているというのが、ベトナム共産党の、ポイントになっております。いいところとしましては、それぞれの地域からですね、出身者を取りますので、例えば南にだけ偏った政策であるとか、北だけに偏った政策というのはなかなか取られにくいというところでございます。でちょっとデメリットになるところでいきますと、それぞれのですね、ところから出身者を取りますので、ちょっと時間をかけて議論をされるというところがちょっとデメリットかなというふうに考えています。であとですね、中国の方は、例えばロシアとかいろんな片方によった外交をやっているんですけども、ベトナムの方はですね、決して共産党だからといって中国だけ意識しているような政策ではなくて、アメリカとも友好関係を築いてやっているというところが困るかなという感じでございます。それと創業環境、これは製造業さんの
皆さんという視点になりますけれども、電気料金非常に安くなっております、東京と比べてもですね、東京の約半分ぐらいということで、ベトナム非常に電気料金が安くてですね、製造業の皆さんにとっては非常にメリットがあるという地域になっております。で、こちらですね、操業環境で、一応中国と ASEAN を戦略的な立地ということで、東の方に中国ございますけれども、中国からハノイ、それから、ダナンの中部方面をつないでバンコクを抜けるという形で、こういった戦略的な立地にもあるというところでございます。そうですね、ハノイから広州ぐらい、広州まで大体1200キロ、60時間ぐらいで、ハノイからバンコクの方までで、およそ1700キロ、これも72時間ぐらいというところで、それぞれに近いという場所になります。で、今後の成長性、こちらでございますが、AEC の方がですね、2015年末に、発足しております。で、AEC の方なんですが、もう皆さんもご存知かと思うんですけども、主要品目のですね、関税 0% としましょうといった形になっております。で、 TPP の方もですね、2016年2月の方に、署名をしております。で、これだから見られるところでいきますと、ASEAN 域内の経済活動の活発化と、それと ASEAN の枠を超えた経済活動の活発化というところがあります。で、この2つのところの動きがございまして、人物金、これの動きが重要化されます。なので、より、重要動きであるとか、市場経済が促進されていくだろうというふうに考えております。それとですね、競争力の向上というところで、周辺の大国及び先進国のですね、輸出拡大、ASEAN 域内でのさらなる成長というのが、望まれるのではないかというふうに考えております。成長性の、2番目として人口増加ですね。こちらの方はあれなんですが、一応2030年までには、人口1億人を突破するというふうに、言われております。で、労働人口の方もですね、7000万人を2030年突破をするというふうに、考えられておりますので、引き続き、大きな市場に成長していくという形になっております。ですね、まとめますと、安価で豊富な労働力、それと、良好な操業環境、そして今後の成長性が期待できるというところがございまして、チャイナプラスワンであるとか、タイプラスワンという形での進出を予定されているという方々もたくさん多いいらっしゃいます。続きましてですね、ハノイが変わるというところでございます。ハノイが変わるで、お伝えしたいところでいきますと、インフラが変わる、生活が変わる、産業が変わるという形で、我々の業界としましてですね、ハノイに第二次投資ブームが来るのではないかというふうに、期待をしているというところでございます。まずインフラの方ですね、こちら、北部ハノイの地図になります。北のところに飛行機のマークがついておりますが、ここがですね、ハノイの玄関口となります、ノイバイ国際空港というところになります。で、ちょっともうすでに、観光してから、1年ちょっと経っておりますけれども、2014年の12月にですね、ノイバイ国際空港、こちら新しくリニューアルされております。で、ノイバイ空港に到着された後、ハノイに行くにはですね、訪れながら市内、移動いただくんですが、こちらの方、空港道路、日越友好橋ですね、というのができております。こちらがですね、ニャッタン橋と言われる橋なんですが、こちらもですね、2015年の1月に、発行しております。そしてですね、ハノイの中心部から、港の方、東に行くんですが、こちらの方もですね、新国道5号線と言われる新しい道路ができております。ちょっと写真見づらいんですけども、まだ道路、車があんまり走ってないんですが、こういった高速道路ができておりまして、これも2015年の12月に、完成しておりまして、ハノイ市内からハイフォンの港まで、こちらがですね、およそ4時間、5時間ぐらいかかっていたところがですね、2時間強に、時間が縮まったというふうになっております。で、この
新国道5号線を通って最終駐車点であるですね、港廃本港なんですが、こちらにですね、今ラック変更というのをですね、建設しております。でこちらがですね、2018年の6月末を目標にですね、建築工事が進んでおりまして、従来のですね、廃本港なんですが、大きな船舶、コンテナ船のちょっとちっちゃなものしか入れなかったというところになっているんですけれども、こちらラック変更はですね、水深14メートルの大型船が入れるとです、入れる港を今建設中という形になっております。でさらにはですね、ハノイ中心部、こちら道路高架鉄道の方ですね、今まさに建築最中でございまして、ハノイ市都市鉄道とか、環状3号線の設備と整備ということで今着実に、スタートしております。なので、1年後こういったですね、政府による、投資で、ノイバイ空港から、ハノイ市内、そしてものを出すですね、港まで、非常につながりが良くなっているという感じでございます。で生活が変わるというところでございまして、皆様の方からもご説明がございましたが、イオンモールの弁店、こちらが、昨年オープンしまして、日本人駐在員併合のオアシスができたというところでございます。でこちらなんですが、日本人当然ながらご利用もたくさんされておるんですけども、ベトナム人の方々がですね、生鮮食品売り場に、列をなしてこう購入されているという姿もご覧になれます。ベトナムでもですね、食の品質であるとか安全というですね、関心を寄せる消費者が非常に増えておりまして、そういった光景が見れる場所ともなっております。こちらはですね、サークル計算になります。サークル計算自体はですね、2008年に1号店を出店してまして、現在はベトナム全土で約170店舗以上展開されております。でこちらがですね、スーパーコンビニエンスストアを展開する、地場系のピングループという会社になりまして、彼はですね、2016年末までに、1000店舗をオープンするという計画を挙げておりまして、今現状店舗展開中という形になっております。これ以外にもですね、コンビニ業界の方は、ミニストップさんが、2017年末までに160店舗、ファミリーマートさんも100店舗を突破ということで、非常に積極的に展開されておりまして、小売流通分野の勢いというのは日増しに増しているというのが現状でございます。続きましてですね、こちらのハイランズコーヒーと、スターバックスなんですけども、皆さんご存知かなと思うんですけども、ベトナムというのは非常にコーヒー文化というのが根付いております。でその歴史は古くてですね、フランス植民地時代に、持ち込まれたというふうに言われておりまして、コーヒー豆の生産量もブラジルに次ぐ2位ということで、カフェ大国と言っても過言ではないベトナムなんですが、ローカル系も含めてですね、こういったコーヒーチェーンというものが積極的にこちらも展開しておりまして、消費者の、購買力を肌で感じることができるという形になっております。そしてですね、需要が拡大する高級ブランド商品ということで、他の東南アジア諸国同様にですね、ベトナムの方でも富裕層の人口が急速に、増加しております。米国の市場調査会社によりますと、ベトナム人はですね、なんと中国人、インド人について3番目にブランド品が好きという結果を出ているそうで、日本ブランドでですね、家電品を求め、高級車、高級ブランドも着実に販売を伸ばしているというところでございます。そして産業が変わるというところなんですが、こちらがですね、ベトナム北部の主要産業の年表になっております。1990年代にですね、バイクの組み立てから始まりまして、2000年代にプリンターの組み立て、2009年、10年ぐらいからですね、携帯電話の組み立てというのはこの範囲の方で進んでおるんですが、そこからですね、今現状チャイナプラスワン、のお客様、ベトナムプラスワン、
良好な投資環境に追加投資という形での動きと、それと内需向け、これはハノイのみならずですね、ベトナムの、内需向けのターゲットという形で新しい投資の流れが来ております。それと中小企業さんの海外進出という形でのトレンド、4点が今進んでおります。こちらですね、自動車産業の方なんですけども、引き続きですね、今 GDP の方も2030年には3000ドルを突破というふうに、見込まれておりまして、自動車こちらの方は今後さらに伸びていくというような予想になっております。でこちら先ほどのですね、ちょうどネットなんですが、第1次ブームの起因がございまして、2000年代に第2次ブームの貿易機器、そして携帯電話が来まして第4次ブームというところでございます。でこの流れをですね、ちょっと弊社の団地の中でちょっとご説明をさせていただきまして、ちょっとすみません、いろんなページを割愛させていただいたんですが、今こちら星印ついているところですね、こちらのお客様はですね、チャイナプラスワンということでご進出をされているお客様でございます。でこちら、TOTO佐藤三葉さんとかメッセージさんなんですが、こちらはですね、ベトナムグラスワンということで、すでに、ベトナム国内にですね、創業されている工場持ちなんですが、そこからの拡張ということで追加の投資をされている方々です。でそしてこちらの星印、こちらがですね、内需向けハノイ市場、ハノイの市場をターゲットにされてご進出をされているお客様という形になります。で、ちょっとこちらの方がですね、ちょっと貸し工場とかの価格になっているのであれなんですが、中小企業さんの方もですね、積極的に海外進出もされております。でこの、4つの方で、非常にベトナムの方今好調に投資の方が進んでいるというような形になっております。でちょっとすみません、我々のこれ団地の方になってしまうんですが、カナベが先ほどちょっとご説明させていただきましたフィリピンと同様にですね、非常に大きな名前等もプロットの中には入っているんですが、実は我々2008年にこの第二ティンボ工業団地というのを、建設しまして、今約50-60社弱入っておるんですが、製造業のうちですね、中小企業さん25社約 50% を入られています。でうちですね、海外初進出の方が、10社、およそ 20% ということになってまして、ベトナム自体はですね、非常に駆け足の説明だったんですが、決してですね、20丸がつく部分というのは非常に少ないと。例えば人口の方でも、インドネシアがございますし、フィリピンがございますので、1番ではないと。あと、先ほどの賃金のお話もそうなんですが、決して、一番安いというわけではないので、こちらも20万がつくというエリアではないんですが、国民性であったりとかですね、こういった部分で非常に日本人と近い、親しいところがございますので、投資先として、ベトナムに、まずは出てみようという形でご検討されているという会社さんが非常に多いというところがまた特徴でございます。で、いいところばっかりお話をさせていただいているんですが、残念ながらですね、デメリットの方もございます。でベトナム、東南アジア全般的にも言えるところなんですが、いわゆるですね、汚職とかで、この辺が非常に多いというのがございます。残念ながらですね、腐敗認識順位というもの、これもある毎年発表されているものがあるんですが、ベトナムで119位ということで非常に、低いところでございます。いろいろとですね、例えば物流関係でいきますと、税関職員からですね、ちょっと汚しなさいよと言われるようなケース等もあるんですが、ちょっと我々のこれ特例組のご紹介というのもあるんですが、弊社のですね、団地の方ではこういった汚職撲滅宣言というのをやっておりまして、いわゆるですね、税関とかいろんなところの嫌がらせというものを受けた場合に、我々の方が小政府に掛け合ってですね、いろんな解決策を働くというようなことをやっておりまして、我々団地2008年に、創業した際はですね、年間約40件ぐらいこういったご相談をご入居企業さんからいただいていたんですけども、徐々に成果が出ておりまして、昨年はなんと1回ということで、ちょっと実績も上げているというところであるんですが、やはりこの辺がですね、一つのデメリットになってまいります。
それとですね、物流面、こちらの方もですね、ボトルで、ごめんなさい、こちら、紙の方はないんですが、物流面もネックになっているところがございます。いわゆるですね、ホーチミンからのビルの東西街道とかですね、中部地区から流れる東西街道ということで、ベトナム、ラオスとカンボジア、タイに続くですね、こういったルートが、いろんなものがあるんですが、まだまだですね、貨物の利用が非常に少ないということで、まだお値段が高いというところでございまして、この辺がまだデメリットなのかなというふうに